そしてより差し迫った問題がもう一つ。伊藤派は新選組局長暗殺計画を練っている。御陵営地はすでに新選組潰しに動き始めている。坂本龍馬が暗殺された件は聞いたか？ああ、何でも俺がやったとかいう話になってるらしいな。聞いてるんなら話は早い。その噂を流したのは御陵営地の連中だ。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して原田に殺させたってな。三浦には身に覚えがねえらしいが、噂を鵜呑みにしたバカが俺たちを襲ってこねえとも限らねえ。三浦の警護は斎藤に頼むことになる。事情を知らねえ大使連中から見ると、斎藤は伊藤派から出戻りしたようにしか見えねえだろうからな。わきまえています。ほとぼりが冷めるまで俺はここにいない方がいいでしょう。羅刹隊の存在を公にするだけでなく、近藤さんの命まで狙ってると来た。残念なことだが、あの男には死んでもらうしかねえな。まず伊藤を近藤さんの別宅に呼び出す。接待には俺も回る。その後伊藤の死体を使って御陵営地の連中を呼び出し切る。実行隊は新八、原田、お前らに頼む。土方さん、僕は誰を切ればいいんですか？お前は寝てろ。相変わらず変な咳をしてやがるし、体調も悪いんだ。斎藤もまだ数日はここにいるから、相手をしてもらえ。近藤さんを殺そうとしてる人を暗殺するのに、僕に見せ場をくれないつもりですか？恨みますよ、土方さん。御陵営地はこれで終わる。平助を呼び戻すつもりなら、これが最後の機会になるだろう。それはもちろん助けるに決まって。歯向かうようなら切れ。
そんなはずがないだろ。年だって本心では助けたいと思っているんだ。同じ志を持って江戸から登ってきた仲間を殺す命令を下して平気でいられるはずがないだろ。君の立場ならああいうのが当たり前だ。英介はみんなに慕われているのだな。長倉君、原田君、局長ではなく近藤勇として頼む。英介を見逃してやってくれ。できるならタイに戻るよう説得してほしい。ああ、分かってるさ。あいつの命が俺たちの腕にかかってるってわけだな。責任重大だ。これで皆、自分の役割は確認したな。もし質問があるなら今のうちに言っておいてくれ。手伝うと言っても今回の仕事は池田屋や金門の変の時とは違うんだよ。君はこんな役目には関わるべきではない。こんなところで何をしている？一人で出歩かないよう言われているはずだが。いや、今はそんなことはどうでもいい。大変な知らせが入った。時間が惜しい。広間に人を集めるから手伝ってくれ。掃除は休んでいるようだったから呼ばなかったよ。構わないかい？はい、問題ありません。それより、ことは急を要します。島田君たちがまだですが、先に話しましょう。
伊藤さんの暗殺に失敗したのかい？いえ、それ自体は成功です。我々は伊藤の死体をおとりに五稜絵師を油小路へとおびき寄せ包囲しました。ですがその際、長倉さんたちと五稜絵師双方を包囲する形で横槍が入りました。おそらく薩摩の連中です。敵の数はこちらを大きく上回っていたが、おそらくあの方々ならばしばらくは持ちこたえてくれるはずだ。早急に援軍を送らなければならないね。動けるものは私と島田君と。大変です。鬼が襲撃してきました。こんな時だからかもしれないね。状況を説明してくれ、島田君。襲ってきたのは例の3人組かい？いえ、刀を持った細面の男1人です。確かあれは刀。風間千景か。撃って出たのは三男さんか。彼は今どこに？あちらです。まがい者の力など所詮はこの程度。哀れなものだ。生まれ変わって出直してくるがいい。他の雑魚よりは多少はマシだが、所詮はまがい者の剣に過ぎ。雪村君、君は下がっていろ。あいつは我々が抑える。敵は風間だけではない。いつ仲間が駆けつけてこないとも限らないからね。それに羅刹が分別をなくして襲いかかってくる公算も高い。雪村君、中に隠れていてください。風間は我々が追い払います。
頭を下げろ。羅刹隊の暴走が始まったか。厄介なことになったな。そうか、奴はどこにいる。安心しろ。守れという命令がある限り、俺はあんたを守り抜く。たとえ何があってもだ。時間がない。さっさと行くぞ。くっ、おのれ。島田君、前に出るな。一人でも切られれば総崩れになる。雪村君、斉藤君を呼んできてくれたか。怪我をした者がいれば下がれ。あとは俺が何とかする。ほう、歯応えのない連中ばかりで退屈していたところだった。貴様が残っていた。俺が来た以上好きにはさせんなどと言うつもりはないが、これでも豚書の留守を任された一人なのでな。逃げる気か。今日はただの時間稼ぎだ。俺個人の用向きで来たわけではないので、長居をするつもりはない。覚えておくのだ。これがまがい者の末路。死に狂い仲間を襲う存在となり果て、それでも我ら本物にはかなうことなく、犬のように切られる運命の哀れな道化。このような輩に囲まれて暮らすなら、俺と共に来た方が幸せだと思うな。引いたようだな。無事か、雪村。そうか。井上さん、
悪い知らせです。ここで対応しきれなかったラセスが数名、豚所の中に侵入していたようです。なんだって、中の被害はどうなっているんだい？警備です。侵入したラセスは、切り殺されていました。誰がやった？今豚所の中にはラセスと戦えるほどのものは残っていないはずだが。沖田さんです。俺が沖田さんの部屋に入った時、無数の羅刹の死体が転がっていました。だから、すぐに松本先生を呼びに行くんだ。